はい、ともくんチャンネルです。はい、今回も僕のオリジナルでね、制作してるボンネットバスですねをちょっと紹介してみたいと思います。で、今回はまあボディの方ですね。ボディの方にはこんなもうね、金丼屋みたいな感じの、はい、シールを貼りましたが、これはセリアさんですね、薬品のセリアさんで、売ってる、まあ夏祭りみたいな感じのシールですね。はい、ボンネットの方はまあ、水風船みたいな感じのやつですね。はい、の方を貼って、で、この横ですね。はい、運転席側も助手席側も同じなんですけど、金魚ですね。はい、こんな感じで金魚の方シールですねを貼ってます。はい、で、屋根の方には花火ですね、花火のシールを、貼ってます。はい、まあリアの方はね、もう何もシールは貼ってません。はい、で、ボディの方はそんな感じです。で、あとこれガラス面ですね、普通の色には見えるかなとは思うんですけど、この三角窓からぐるーっと助手席側のこのね三角窓までっていうのはフィニシアーズさんとこの蛍光グリーンを吹いてます。はい、やっぱね、クリアの上にそのまま蛍光グリーンとかを吹いたら、はい、こんな感じのまあフィニッシャーさんだけかなと思うんですが、まあクリアグリーンみたいな感じに見えます。はい、で、一応ね、LED の球ですね、2つはいつけてます。まあ今はこんな感じですね。はい、で、今まだね、ボディとここの方ですね、内装とかシャーシとかいうのはまだくっつけてません。これは、ここら辺ですね。はい、ネジ止めになってるんでまだ止めてないですが、内装もね、前回ちょっと紹介できなかったんですが、はい、一応ね、前回はこの手すりですね、手すりをつけてました。はい、で今回まだ途中なんですが、これも100均でね、セリアさんとかで売ってる、こういう柄の布切れですね。はい、と色違うんですけど、こういう柄の布切れですね。はい、まあ前側についてるオレンジっぽい布切れっていうのはこんな感じのやつですね。はい、で、この後ろに今ついてる布切れが、はい、こんな感じのやつですね。はい、それをまあフロントっていうか前側の方は
もうこの横のね長い椅子の方はこういうオレンジっぽいやつにしてますが、ここのね、はい、ここの列の方は、先ほどの黒っぽい布切れに、しようと思って、やってます。はい、まだね、あと5つかな。はい、それをつけます。はい、こんな感じで、ちょっと進めていってます。まあ、一応ここまではできたんで、はい、でこのね、ボディの、はい、この花火とか、金魚とかで水風船かなの方もシール貼ってますが、まだ今の時期からしたらね、夏祭りとかっていうのは早いかなとは思いますが、はい、まあ一応こんな感じでつけてます。それがこういうやつですね。はい、まあこんな、まあ、金魚とか花火とか、そういう水風船とかのシール、こういう長さのやつが、5枚か6枚か入って、まあ100円とか110円とかになります。はい、これはまあ僕は100均のねセリアさんで買ってきました。はい、まあ、あと窓枠はねもう全部ガンダムメッキシルバーで塗り分けしてます。はい、まあ次回なんとか次回ぐらいで完成できたらいいかなとは思いますが、ちょっと頑張ります。はい、まあ僕のね、想像っていうか、オリジナルでしてますんで、はい、まあ予定では次回ですね、次回完成すると思います。はい、これもまたね、予定は未定なんで、はい、どうなるかはちょっとわからないですけど、まあなんとか進めていきます。はい、まあ一応ね、ちょっと今バラバラになってますが、はい、バガーニの上イラもね、ちょっとずつ進んでいってます。はい、これもまた近々ね、はい、紹介しますんで、その時はよかったら見てください。はい、まあそれではね、今回はこんな感じで、まあ、僕のオリジナルで制作してるボンネットバスですね、はい、の方をここまでちょっとやって、紹介しましたんで、よかったら見てください。はい、それでは今回はこんな感じで紹介を終わらせてもらいます。次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。